ほのぼの一筆画中尾月香と申します。本日はこういった藤のお花と、そして釣り鐘草とも申しますし、カンパニュラとも申しますが、その、のし紙ですね、そして後半には兵庫の陶芸美術館に行ったのもご紹介します。透明水彩、本日は使います。ではよろしく。はい、カンパニュラのピンクのお花からこのように五弁のこう開いたような可愛いお花をいくつか、まあ、横向きか上向きかでこのお花は咲いておりますので、まあ、風鈴草とも言われたりするんですけれども、奇鏡科の植物でございます。蛍袋とはまたちょっと違うんですけれども、先にこちらの初夏に元気に咲くお花ですが、カンパニュラでございます。そよ風がね吹くと、この軽やかな鐘の音が聞こえてきそうなっていうね雰囲気のお花なんですが、花言葉は、感謝とか誠実とかっていう花言葉になっております。はい、まあ、こうやってあとグリーンで額と枝と、そして、まあ、あの葉っぱはね意外と普通の葉っぱなんですけれども、花芯も黄色で入れて、ピンクとか白とか紫とかってあるんですが、本日はこのピンクと紫とをミックスして描かせていただきます。結構ね花屋さんなんかにも売ってたりしますけれども、はい、まあ夏には枯れてしまう、暑さには弱いお花なんですけれども、とても可憐でお好きな方も多いんじゃないかしらね。はい、この紫にもあのイエローを入れた、あの花芯の中にイエローを入れた後、適度に額と枝を描いて、葉っぱを入れていただいた後、まあ、のし紙にするので、ひらがなでのしとして、こういうふうにちょっとお花を挟んでいただくと可愛かったりします。はい、続いて藤の花、白と紫とに参りますが、まあ、紫の方から、こちらの藤は今まさに満開の見頃だと思うんですが、結構ね、まだまだコロナ禍の影響で藤祭りっていうのが開催されないところも多いようでございます。まあ、甘い香りがあって、満開の藤棚の下にいるとふんわりとね甘い香りに包まれるっていうね、幸せなひとときなんですが、今年もちょっとね、近場では楽しめそうにないかもしれません。まあ、その分甘い香りのせいで蜂もとても多いのでね、お気をつけくださいませ。はい、まあ、豆科の植物と言いましたかしら、あのまあこちらのね藤のお花の花言葉は、優しさとか歓迎とか、愛に酔うとかね、まあ、紫の場合、白の場合は恋に酔うっていう風になっております。はい、有名なねあのところだと栃木県の足利フラワーパークが藤の、お花ではとても有名ですけれども、鉢でねお買い上げになった場合、南西に置くと家庭運とか恋愛運がアップすると言われたりします。はい、これもちょっと黄色の花芯をこのように点々と、はい、そして、これねちょっと余った千代紙がね、こんな風に長方形に切ってはがきに貼り付けたいなと思って、今白の藤を描いております。まあ、白もね先ほど申しましたが、恋に酔うというね花言葉になっておりました。あとは白のペンでこのようにちょかちょかっと、つるを入れていただくと雰囲気出ます。はい、まあ、この釣り鐘草真ん中に藤、そして花菖蒲なんかも描いていただくのもよろしくてよ。はい、本日はのし紙として、カンパニュラののし紙、そして藤のお花、
紫とそして、白と描きました。はい、でこの後陶芸美術館の素敵なのりたけのオールドコレクションございますので、よろしければご覧くださいませ。はい、本日もどうも。